10話の最終話、ここはですね、結構あのゾンビ映画ファンが見ても見応えがある内容になってますし、まあ、本当に自分で言うのもなんですけど、感動的に仕上がってますので、まあ、キミセカの本物、ゾンビショップ店長がお届けする日刊ゾンビ。今日は日本テレビとフールが共同制作するドラマ、君と世界が終わる日に研究室第17回目をお送りします。この動画では毎回いろんな謎や疑問について考察し、時には妄想も交えながらこのドラマの魅力を語っていきます。なお、この動画にはネタバレがありますので注意してご視聴ください。今回は過去に公開した動画、キミセカシーズン3妄想劇場まとめ後編をお送りします。キミセカファンの人にはもちろん、ドラマ好き、ゾンビ好きな人にも楽しんでもらえる内容となっておりますので、最後までご覧ください。ちなみにこのチャンネルではゾンビ映画の紹介や解説、ゾンビカルチャー紹介など、ゾンビファンに楽しんでもらえる情報を発信していますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。はい、では今日もやっていきましょう。さあ、今回も夏休み企画ということでですね、以前にこのチャンネルで公開したキミセカシーズン3のストーリーを妄想してみたという動画のまとめ後編ということで、まあ、いよいよ今回が完結編となります。今までね、4話ずつ公開してきたんですけど、今日は第9話と第10話の2話をまとめてお送りしたいと思っております。まあ、たった2話なんですけどね、とは言ってもあの合計で20分余りあるので、2話といってもかなりの大作になってます。でですね、キミセカのファンじゃないという方、結構この動画はですね、ロメロゾンビファンおよびいろんなゾンビ映画のエッセンスをぎゅーっと凝縮して、私なりにこうまとめてキミセカ風味にしてやってますんで、自分で言うのもなんなんですが、この10話の最終話、ここはですね、結構ゾンビ映画ファンが見ても見応えがある内容になってますし、まあ、本当に自分で言うのもなんですけど、感動的に仕上がってますので、まあ、キミセカの本物のね、シーズン3のストーリーとはかけ離れてるんですけど、もうそこを抜きにして、まあ、なかなか自分で言うのも何べん言うかっていうか、自分で言うのもなんなんですけど、まあ、なかなかいい作品になってます。見応えがありますので、まだ見たことがないっていう人は、ぜひご覧ください。じゃあね、ここからちょっと長いので、今日はもうこれぐらい、前解説、前振りはね、これぐらいにして、じゃあ早速見てもらいましょう。では、キミセカシーズン3妄想劇場後編、スタートです。前回、特殊部隊のキャンプを謎のゴーレムが襲い、拉致されたジアンとクルミを救出するために、響が特殊部隊と出発するというところで終わりました。場面は、避難民キャンプへと戻る途中の日の立ちに移り、ゴーレム化の症状が出始めている轟の始末をめぐって、日の立が言い争いになっていました。おい、このままじゃ危ねえだろ。悪いけどよ、すぐにでも。と、鉄。そんなに簡単に言わないでくださいよ。と、かなえ。源氏、お前はどう思う。と、日野。元医療関係者だった源氏は。噛まれてもいないのに感染するのは初めてです。おそらく、あの時ゴーレムの返り血を浴びた時に感染したんですね。すぐに転化するかわかりません。もう少し様子を見た方がいいのでは。おい、お前、そんな悠長なこと言ってられるかよ。鉄、あんたは黙ってて。と、ルイ。カナエさん、大丈夫。とにかくこのままここにいても危険なだけでしょ。私もついていくから安全な場所に行きましょう。ねえ、警部。あそこの中継地なら今は誰も使ってないはずよ。私とカナエさんで轟さんをそこに連れていくのはどう？考え込む日の。そうだな。とにかくここにいてはまずい。かといってあいつをベースに戻すのは危険だ。わかった。ルイ、頼めるか。これを持っていってください。と、医薬品の入ったバッグをルイに渡す源氏。ということで、カナエとルイは轟を連れて、日野たち3人とは別行動を取り、中継地と呼ばれる場所へと歩いていきました。一方、ジアンとクルミを救出するために、ユン教授やクロミンジュンのアジトを目指して進軍する特殊部隊。ジアンにつけていた手錠の GPS を頼りにアジトへ向かっていきます。そこで場面は作戦会議の回想シーンへと移り、テントのテーブルには隊長と数名の隊員、そして響がついていました。その中の一人、医療班のゴーレムウイルス対策研究担当兵が話し始めます。調査の結果、
今回キャンプを襲った敵はゴーレムウイルスによる細胞活性化現象が脳細胞において強化されており、頭部の一部破壊では沈黙しない新種のゴーレムと考えられます。というと、新種のゴーレムは何をしても倒せないというのか。これまでのゴーレムの組成原理からすると、全身の細胞は独自に活性化していますが、肉体を動かす指令を出しているのは脳細胞です。それならあいつの頭さえなければと響き、そうです、考えられる対策としては脳細胞の全破壊か頭部の切断で新種のゴーレムは倒せるのではないかと推測できます。なるほど、小銃で倒せなかったのはそこか。ならば近接によるショットガンが有効だな。装備を変えるように指示しろ。響きは、俺の弓では無理ですよね。悪いが、民間人には装備は渡せない。いや、俺はこれでいきます。と、サバイバルナイフを手にする響き。一方、場面はユン教授のアジトへと変わります。新種のゴーレムによってアジトに連行されたジアンは、クロミンジュンに連れられ、父親であるユン教授と対面します。韓国語で会話を始めるユン教授とジアン。久しぶりだな、ジアン。やっと帰ってきてくれて嬉しいよ。もう二度と顔は見たくないと言ったはずだけど。首藤教授の件は残念だったな。心にもないことを。お前はまだワクチンなどという意味のないことを言ってるのか？あなたたちのせいでどれだけの人たちが犠牲になったと思ってるの？くだらん。首藤教授の研究していた不老種はどうなった？知らないわ。研究結果の入ったメモリーを持っていたはずだ。もういい、連れて行きなさい。クロミンジュによって連れて行かれる事案。助手の男がユン教授に向かって話しかけます。教授、いいのですか？するとユン教授は、もう構わない、小笠原くるみの子供が手に入ったからにはもうあと一歩です。ユン教授が見つめるガラスの仕切りの向こうには、ベッドに寝かされ血液を採取されている赤ん坊の姿が。するとけたたましいサイレンの音が鳴り響き、監視カメラの映像にはアジトに突入する特殊部隊の様子が映し出されます。アジトに突入する特殊部隊、一般のゴーレムは何とか倒せるものの、強化ゴーレムには苦戦しますが、徐々にショットガンによる攻撃が功を奏して強化ゴーレムを倒していきます。そんな中、サバイバルナイフで苦戦する響き、通常のゴーレムはなぎ倒していきますが、強化ゴーレムに襲われ苦戦します。頭にナイフを刺しても効かず、新たにもう一体の強化ゴーレムが現れ、響きが劣勢になったその時、マミヤ、そこをどけ！刀を持ったツボイが響きの背後から駆けつけ、強化ゴーレムの首を切断します。ツボイ！ツボイは特殊部隊よりも先にアジトを発見し潜入していたのでした。マミヤ、これを使え！ともう一振りの刀を響きに渡すツボイ。響きはツボイから刀を受け取ると、もう一体の強化ゴーレムの首をなんとか切断して難を逃れます。ありがとう、助かった、ツボイ。別に、俺はあいつらを許せねえだけだ。すると廊下の奥からチャリチャリと鎖を引きずる音が。クロミンジュンがナタを手に現れ、素早く飛びかかると響きとツボイに反撃を仕掛けます。クロミンジュンの勢いに圧倒される響きとツボイ。お前ら、ここで死ねえ！と叫ぶクロミンジュン。場面は少し時間が戻り、数日前のユン教授の研究室へと移ります。そこには黒い革製のコートと黒いブーツという黒ずくめのスーツに身を包み、ゴーレムと化したクルミの姿が。研究室の壁に鎖でつながれたクルミのもとに、
凶暴な数体のゴーレムが運び込まれ、ゴーレムはクルミに向かって激しく威嚇します。その様子をガラス越しに見守るユン教授と助手の姿が。助手が手元のパネルのつまみをひねり、キーボードのエンターキーを叩くと、クルミの耳につけられたイヤホンから高周波が鳴り、クルミは顔を歪め、右手を上げてうなり声を上げると、興奮状態にあったゴーレムがピタリと動きを止め、トランス状態になったようにゆらゆらと体を揺らし始めます。助手はユン教授の方を見て韓国語で、実験は成功しましたね。するとユン教授は、うむ、思った通りだ。本来生物には集合意識ともいえる荒屋敷を持っている。アリやハチ、イワシの群れといった生物の集団行動はこれで説明がつく。ゴーレムウイルスは本来眠っている人間の荒屋敷に作用し、集団で人間を襲う。小笠原くるみの持っているウイルスは彼女の脳細胞にさらに強い感応能力を与えているようだな。満足そうにくるみを見てうなずくユン教授。場面は現在のアジトへと移り、息を切らせながら刀を構えじりじりと下がっていく壺井と響に対して余裕の表情を浮かべながらなたを構え次の攻撃の機会を伺っている黒民順。ついに黒民順が切っ先を開き、激しいつばぜり合いが繰り広げられ、劣勢の響たちはどんどん追い詰められていきます。大丈夫か、マミヤ。ここは俺に任せろ。しかし、つぼい。周囲には数体のゴーレムも集まってきて、いよいよつぼいの防戦一方の戦いもここまでとなったところで、マミヤさんを援護しろ。駆けつけた特殊部隊の銃声が鳴り響き、黒民衆に対して銃弾を浴びせますが、俊敏な動作で射線を読み、素早くかわしていく黒民衆。そこで、坪井は捨て身の覚悟で、お前の相手は俺だと砂を掴んで黒民衆に投げつけると、上段の構えで黒民衆に飛びかかります。すかさず横にナタを振るい、坪井の上半身を切り裂く黒民衆。坪井叫ぶ響き。しかし、切りつける黒民順の肩や背中にも銃弾が当たり、ついに黒民順を仕留めます。ブラックパンサーを殺すな!生かして捕らえろ!と特殊部隊の隊長。黒民順は素早く部屋の出入り口を通り、廊下へと逃げ込みます。ザッ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 と足音を響かせて、数名の特殊部隊が銃を手に後を追いかけます。逃げ込んだ廊下では、血を流し、肩を押さえ、片足を引きずりながら走る黒民順。ふと見つけた研究室のドアを蹴破ると、研究室の机にある一本の試験薬のアンプルに目を留め、あいつら、とつぶやいて一気にアンプルの液体を飲み干します。ザッ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 と廊下を疾走する特殊部隊。黒民衆が逃げ込んだ研究室にたどり着くと、カチャッカチャッ、一斉に銃を構えます。一方、胸に傷を負い倒れ込むつぼいを抱きかかえる響き。おい!つぼい、大丈夫か、つぼい。俺は平気だ。こんなかすり傷。と、ゆうや口から血を吐くつぼい。つぼい。そんなことよりも、あいつを倒せ。春の仇。すると、凄まじい銃声と破壊音が、奥の方から聞こえてきます。行け、マミヤ。一方、静まり返った研究室の入り口。チャリ、チャリという鎖の音と、パリ、パリと飛び散ったガラスの破片をブーツが踏みしめる音がすると、研究室の暗がりから強化ゴーレムと化した黒民順が現れます。どす黒い血管が浮かんだ黒民獣の顔、獣のようにうなり声を開けながら強靭な肉食獣のような凶暴な空気が周囲を包み込みます。一瞬ひるむ特殊部隊。撃てー、バリ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 、機関銃やショットガンの音が鳴り響き、一斉に黒民獣を撃ち抜きますが、それをものともせず黒民獣ゴーレムはあっという間に特殊部隊をなぎ払い殲滅していきます。一方、廊下を走り、
特殊部隊の後を追う響き、無数の特殊部隊の兵士の死体が横たわる廊下、さらにその奥の出入り口の向こうから兵士の叫び声と激しい銃声が聞こえてきます。胸騒ぎを感じながら息を切らせ音のする方向へかけ扉をくぐると、そこは体育館のような開けた場所で、特殊部隊と黒民巡ゴーレムが激しい戦闘を繰り広げています。そこに現れた響きの姿を黒民巡ゴーレムが見つけ、響きとうなり声を上げると響きの方に向かって突進していきます。その瞬間、特殊部隊はネット弾を次々に黒民巡ゴーレムに打ち込み、黒民巡ゴーレムは身動きが取れなくなっていきます。動けなくなった黒民巡ゴーレムを取り囲む特殊部隊、ザッ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 ザ。その時、広間の向こうの扉がバンと開き、ユン教授と助手が黒ずくめのクルミゴーレムを連れて現れます。その姿を見つけて、クルミーと叫ぶ響き。ユン教授は助手に、やりなさい。助手は、ですがまだマリスが封印できていません。ユン教授は、やりなさい、彼女はコントロールできている。助手が手元の端末を操作すると、クルミゴーレムの耳のイヤホンから高周波が鳴り、クルミゴーレムは右手を上げ、この世のものとは思えないうなり声を上げます。すると周囲に転がっている特殊部隊が殲滅したはずのゴーレムが生き返り、特殊部隊に襲いかかります。うわ、想定外の事態にパニック状態になる特殊部隊。生き返ったゴーレムが響きにも襲いかかります。必死にゴーレムを食い止める響き。クロミンジュンゴーレムを抑え込むネットの力も弱まり、クロミンジュンゴーレムも力を取り戻していきます。クルミの方向により復活したゴーレム、パニック状態の特殊部隊が入り乱れる中、クロミンジュンゴーレムは響きをめがけて突進していきます。ゴーレムをなぎ倒しながら必死にクルミゴーレムに呼びかける響き、クルミークルミー。その光景をうつろな目で見ているクルミゴーレム。するとクルミゴーレムの左目から一筋の涙がこぼれ落ちると、ぎこちなく左手が動き、クルミゴーレムは左手をゆっくりと持ち上げていきます。その様子を見て驚愕するユン教授、こいつマリスを、まずい。すかさずポケットから拳銃を取り出し、クルミゴーレムのこめかみに狙いを定め、引き金に指をかけます。ダーンと銃声が鳴り響き、時が止まったかと思うほどの沈黙。するとドサリと音を立てて倒れ込んだのはユン教授でした。その後ろには父親であるユン教授を撃ったジアンが、さらに銃口を助手の方に向けると、助手は慌てて逃げ出します。ジアンは、これでよかったのと言うと、クルミさん、この狂った世界を終わらせてとつぶやきます。クルミゴーレムは左手を高く掲げると、再びこの世のものとは思えないうなり声を上げます。すると一斉にピタリとその場にいたゴーレムの大群が動きを止め、ゆっくりとクルミゴーレムの方を向くと、突然クルミゴーレムにめがけて全員のゴーレムが突進し、クルミゴーレムに襲いかかります。無数のゴーレムに噛みつかれ、その人垣に埋もれていくクルミ。すると今度はクルミに噛みついていたゴーレムが次々に突進してくる別のゴーレムに襲いかかります。襲いかかられたゴーレムも体を痙攣させると、また別のゴーレムに襲いかかります。そして次々にゴーレムの共食いが始まり、連鎖的にゴーレムが倒れていきます。襲われたゴーレムはまた別のゴーレムを探して建物から飛び出していき、外にいるゴーレムを襲い出します。響きに飛びかかった黒民巡ゴーレムにも何体ものゴーレムが襲いかかり、その数に圧倒されると、ついに黒民巡ゴーレムは息絶えました。こうして全てが終わりました。静まり返るアジトに特殊部隊の足音が響く中、クルミの亡骸を抱えたジアンのもとに
響が駆け寄ります。くるみ、くるみは、響を振り返り、首を横に振る事案。呆然と立ち尽くす響。すべてが終わったものの、響の心には闇が広がっていくのが感じられました。そんな中、事案が響に。あなたには、まだ希望が残っている。くるみさんと、あなたの赤ちゃんは無事よ。え？未来が？ゆっくりとフェードアウトし、場面が変わると、一週間後、研究設備の整った部屋で顕微鏡を覗くジアンの姿。このワクチンを早く生存者のところへ。特殊部隊はワクチンの入ったケースを抱えるとジープで施設の外に去っていきます。場面は様々な場所で生存者を救助する特殊部隊の兵士の姿が映し出され、日野の難民キャンプやシェルター希望の家が救助される場面も見られます。最後にカナエとユイが車のエンジン音に気づき、中継地の小屋を出ると、そこにはワクチンを持った兵士の姿が。抱き合って喜び合うカナエとユイ。ゴーレム化が進みつつあるトドロキを振り返り、涙を拭くカナエ。よかったね、ヒロさん。と、つぶやくカナエ。場面は、横浜の港を出港する船の上。響は、赤ん坊を大事そうに抱きかかえ、ユズキと一緒に沖縄へと向かう船に乗っていました。赤ん坊の顔を覗き込みながらも、どことなく寂しそうな表情を浮かべる響に、ユズキは、沖縄に行ったらさ、未来ちゃんに服とかベビーカーとか買ってあげなきゃね、と明るい声をかけますが、響は黙り込んだまま。しかし、カモメが鳴く海を見つめながら、深く息を吸い込むと、少し明るい表情を見せ、君と世界が終わる日に一緒にいられなくてごめんな。でも未来をありがとう。と言って赤ん坊を強く抱きしめるところで最終話はエンディングを迎えます。エンディングが終わった後、横浜の病院の遺体安置室に横たわるくるみゴーレムの遺体が。しかし、遺体の破れたコートから覗く腕の傷がすっかりと治っている様子。横たわるくるみの顔。すると突然、両目を開けるくるみ。というところで最終話は終わります。はい、いかがでしたでしょうか。いやー、感動作でしたね。涙がちょちょ切れてきますね。まあ、なんつってっていう感じなんですけどもね。いかがでしたでしょうか。まあそうですね。これでいけてますよね。なんかこう、キミセカのシーズン4をこれでやっていってもいいかもしれませんね。はい。なんか自分的にはね、すごい愛着があって、この、なんか、ふとしたきっかけから、シーズン3の妄想劇場が始まって、で、まあ、2話が見たいです、続きが見たいですっていうコメントに支えられて、なんかいつの間にかこう、だんだんこう、落語みたいになってきましてね、もしくは講談ですかね。まあ、神田伯山先生にはお呼びもいかないんですけど、なんか落語みたいになってきましたね、最後なんか。結構新作落語として、第10話なんか、時々こう、なんですかね、独演会とかやってもいいんじゃないでしょうかね。なんかね、オチが でも、未来をありがとうという感じでね、結構ちゃんと陰踏んでタイトル回収もしてるので、私的にはこれ結構脚本的にも気見せかとして成り立ってるんじゃないかなっていうね、ちょっと手前味噌ですいませんけど、まあ、結構今見てグッと来るもなりましたね。またなんかこうちょっと泣きそうになりましたね。はい。皆さんはいかがだったでしょうか。10回のね、この妄想ストーリーをギュッとこう前編、中編、後編とね、3回に分けて夏休み企画でお送りしてきましたけれども、楽しんでもらえたかなと思うんですけれども、汚いコメントをですね、もうつまらんかったとかね、こ
ここがダメだったっていうコメントでもいいので、ぜひまたいろいろこうコメントをいただけたらなと思ってます。あとここで告知があります。次回2022年9月11日12日月曜日20時から君せかファンの集い第4回トークライブ配信を開催しますので、ぜひ君せかファンの皆さん、そして君せかまだ見たことない皆さんも、ゾンビ好きな皆さん、月曜日9月12日月曜日の20時から君せかファンの集い第4回トークライブ配信で盛り上がっていきたいと思いますので、ぜひリアルタイムでね参加していただければいいかなと思っております。盛り上がっていきましょう。はい、では、今日はここまでです。最後までご視聴いただきありがとうございました。これからもこのような動画を配信しますので、この動画がいいなと思った人は高評価チャンネル登録をお願いします。真夜中過ぎに起き出してくる魔物たち、息を潜めて夜の闇の中にうずくまる獲物が通りかかる、時をじっと待ってる、蜘蛛の糸のように張り巡らえ